こんにちは。アマゾンサポーター、堀秀夫です。今日は初心者でも稼げるように、私がどうやってサポートをしているか、そのアマゾンサポートの内容をご紹介します。まず、チャットワークは回数無制限でつけています。それから、スカイプ相談を月2回、1回45分の予約制で、受け付けています。また、サポートメルマガは週3回、月曜、水曜、金曜日に、配信しています。それと、会員専用のサポートサイトがあります。まあ、コンテンツがたくさんあるんですけどね、このコンテンツを見て、必要なものをね、自分でやるという形では、まず初心者の方、できないです。まあ、わからないことを教えるだけでなく、初心者によくあるつまずきポイントでつまずかないようにサポートをします。例えば、初めに張り切りすぎるとね、ろくなことないんで、初めはもう本当セーブして始めてください。それから仕入れ資金もね、張り切って大量に初めから投入してもやっぱりいいことないんで、少しずつ様子を見ながら、増やしていきます。何しろ、12年間私はこの物販サポートをしていてね、長い方だと12年間サポートを受けていただいてます。そしてサポートをしていて思うのは、ほとんどの人はね、やるべきことをやらず、やりたいことをしているという点。これ、言った通りやるんではなく、何か取捨選択してみたり、自分でね、アレンジしちゃったりすることがあるんで、そういうことがないようにチェックしながら、進めていきます。細かいサポートの内容はね、またこの記事の中で、いくつか、紹介動画もありますし、記事もかなり細かく書いてます。何しろ、手取り足取り、わかりませんとかね、これでいいんでしょうかというのに対してね、いろいろ確認しながら、手取り足取り、進めていきますんで、もう半年後には、もう本当稼げるようになってきたなというのをね、実感していただく。あるいはね、もう本当に、払ったサポート費用以上に稼げているという状態になっています。まずは、ね、どんなサポートをしているか、私があなたをサポートできるか、あなたがサポートを受けたいと思うか、どんなサポートなのか、それを確認するためにね、この記事の一番下の欄にある、このリンク、ね、こちらですね。ここをクリックして、オーストラリアアマゾンサポート、無料スカイプ相談にお申し込みください。こちらの記事でね、クリックすると、このようにメールアドレスがありますんで、そちらを、記入してね、無料相談を受けるをクリックしてお申し込みください。なお、今 YouTube 動画で見てる方はね、動画の説明欄に URL が貼ってありますんで、その URL の方からこの記事に行って、お申し込みください。お待ちしてます。Amazon サポーター、堀秀夫でした。